ライカバージン役の泉洋平です。この作品の見どころ、僕今回初めてドラッグクイーンの役柄に挑戦するわけなんですけれども、ジェンダーレスっていう言葉がね、叫ばれるようになってもう久しいかと思うんですけれども、言葉はすごくこう浸透してはきましたけれども、でもまだまだ本当の意味でのジェンダーレスだったり自由だったりっていうのはまだ特に日本ではあるんじゃないかなと思います。このメッセージ、この作品の、メッセージっていうのは主人公のね、ジェイミーが、成長物語という部分もあり、ある意味そのみんなへの、もっと自由になっていいんだよ、もっと自分をさらけ出していいんだよっていうような、そういう解き放つようなねメッセージが込められてると思うので、ぜひご覧になっていただいて、みんなそれぞれにいろんな形でのもっと解き放たれたいっていう思い、そのジェンダー的なこと以外にもね あると思うんですけど、学校だったり職場だったり、そういうところでの、悩み、大きな悩みから小さな悩みまで人それぞれだと思いますけども、それぞれがそれぞれの受け取り方で、自分自身が明日も頑張ろう、そういう気持ちになってもらえる作品なんじゃないかなと思います。ドラッグクイーンにはつきもののハイヒールを履いて踊るというところが あると思うんですけども、そこがどういう風な見え方をするのかで、僕の他にも吉野圭吾さんとか、今井清隆さん、そして石川善さんという、方々と、大人のドラッグクイーン精一杯、お届けできるわなと思ってますんで、楽しみにしていてください。何でもなんか右足から一歩踏み出すのも右足からじゃないと気が済まなかったりとか、ステージでも袖から舞台上にこう出る、皆さんの前に出るっていう時も右足からじゃないと何かこう落ち着かないというか、自分なりのジンクスというかね、そういうのがありまして、たまにこう左からステップが始まるとか、そういう振りをつけられると頭がこんがらがってしまって右か左かなんかよくわからなくなってしまうということあるんですけども、それあんただけやでって言われたことがあると思います。難しいな。でもよく笑います。なんか笑う角には服着たりじゃないですけれども、笑うっていうことはね、なんか健康にもいいそうですんで、皆さんも何かあったら笑って吹き飛ばしましょう。学生時代に歌は歌っていたので、自分なりのなんか歌へのこうアプローチのすることだったりとか、そういうのはある意味でこだわりがあったのかもしれませんね。今と変わらないかも。好きな歌をね、こう追いかけて歌うことが、幸せだなって思えるのは今とそんなに変わらない、今も高校時代青春だと思います。にぎやか、大体のものは東京でもいろんなものっていうのは食べられたりするんですけれども、特にやっぱり大阪に行かないと食べられないなっていうのは KYK のとんかつですね。ヒレカツ、大阪ではヘレっていうんですね。ヘレカツです。そうですね、どっちも好きなんですが、うちにはね実はたこ焼き器がありまして、で月に1回もう月に2、3回やる時もあるから、たこ焼きを焼いてストレス発散する時があります。そうですね、よく笑います。笑い出したら止まらなくなるのがちょっと自分の中では問題なので、本番中に笑わせる人がいたりとかするともう最悪って感じで、黒飴、毎日いろんなことがあるけど笑ってればなんかいいことあるから、とにかく、心を動かすこのジェイミー見に来てや。
はい、泉洋平でした。どうぞお楽しみに。